まずはこのナイマン蹴りで有名になりましたハンス・ナイマンです。92年6月25日です。前田選手との一戦、当初一番最初来日した時、平成3年12月青銅会館の佐竹選手であったんですが、その時引き分けてます。その時の印象はインタビューしても非常に器用な答えしか返ってこない、大丈夫かなという印象だったんですが、年数を経るに従って貫禄が、ね、出てきましたね。これちょっと学生っぽく見えるね。ヨーロッパでは空手においてそのヨーロッパ選手権2度優勝など輝かしいタイトルを数々持っています。やっぱり最近のナイマンというのはリーダーとしてかなり睨みを利かしてますよね。そうですね、今のナイマンというのはもうすごいトータル的にすごいバランス取れてる選手として、でこの頃のナイマンというのはすごくもう空手家っていう感じなんですけど、打ち分け方がうまいですよね。すごくボディの打ち分け方っていうか、あと間合いの測り方っていうのはすごくうまいなと思います、ね、見てて。お気づきだと思いますけど、この辺りからだったと思います。左膝ニーブレスが装着されるようになりました。つまりかなりそれだけ不安が、左足に集中していたという高まっていたということになります。もともとこの試合の前田選手の相手はビターゼ・タリエル選手だったんですが、タリエルが負傷欠場という形になりまして、急遽ナイマン戦が実現しています。佐々木さん、このナイマンもものの本によるとブルース・リーに憧れて空手を始めたということらしいですよ。皆さんそうですね。多いですね、やっぱりね。皆さんそうしないでください。山本さんがおっしゃった通り、この頃はやっぱりグラウンドの、ね、知識がほとんどゼロに近いような感じでした。